双子の兄弟、ああ双子の兄弟が あそこも、ね、結構出してくるから、人間性。俺もその中でも大富豪の話なんかで、かなり盛り上がってたってところで、修学旅行かっていうね、はい、そんなツッコミも YouTube のコメントからは来てたりはしますけども、これでもどうですか、やっぱ合宿でトランプとかってしてました、はい、先輩たちやってましたね。あ、そうですか、はい、大きな声では言えないですけど、はい、双子の大きな先輩は好きでしたね大きな声で言わなくても伝わる双子の大きな先輩たち、はい、双子の大きな先輩はよくやってましたね、はい、あ、さっきねこの岡松選手も、はい、大富豪でやっぱ人間性が分かるって、あ、出ちゃう、はい、なんか駆け引きとか、いや俺めっちゃ弱いんだよなって言いながらめっちゃ強いとか、あ、それで、ね、あの